疑心暗鬼になはありません。私があなたを助けます。疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。いつまでここにいる気なのよ。これで嘘でしょ。はっ、いつまでここにいる気なのよ。疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。さあ、すべてをさらけ出しなさい。
ちょうど喉が渇いてたのよね。オミオガン。疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。くらいなさい。はっ。いつまでここにいる気なのよ。いつまでここにいる気なのよ。疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。
いつまでここにいる気なのよ。いつまでここにいる気なのよ。心の中で心配してくれているようですが、私は問題ありませんよ。ちょうど喉が渇いてたのよね。やめなさい。はっ。一息つきましょうか。これが私の切り札よ。私の本気見せてあげるわ。これが私の切り札よ。
つまでここにいる気なのよ。私の本気見せてあげるわ。これが私の切り札よ。久々に来たけど相変わらず賑やかな場所よね。ここは経費削減のため地獄から切り捨てられた土地です。賑やかといえば聞こえはいいですが、実際は人生に欠けた人たちが毎日どんちゃん騒ぎをしているだけの生産性のない場所ですよ。楽しそうでいいわね。やはりあなたもそういう考えの人なのですね。正直私には理解できません。別に無理に理解する必要はないんじゃない？生き方や考え方なんて人それぞれなんだからさ。そういうものですかね。そういうものよ。なるほど。今の言葉は白霊の巫女のありがたい助言として聞き止めておきます。じゃあ真面目な話はこれくらいにして、まずは聞き込みを兼ねてキュートの屋台を練り歩きましょうか。すごく楽しそうにしていますが、今は異変の真っ最中ですからね。心配しなくても分かってるわよ。それはそれとして、今は今で楽しまないとね。やっほー。ですって。なんか文句あんの？いえ。